はい、どうもシャロンです。というわけで今回なんですけれども、先日ね第2回カードラッシュ CS という128人規模かつめちゃくちゃ有名強者の方たちが多数参加された超ハイレベル大会がありましてですね、そちらの方が無事終了したわけなんですけれども、今回はねそちらの大会の分布だったりとか、決勝トーナメントに進出した16名のデッキ分布だったりとか、トーナメントに進出した選手の中でパルキアデッキの中身だったりとかミューデッキの中身っていうのを徹底解剖していくというような動画になっております。これからねチャンピオンズリーグだったりとかシティリーグを控えているという方にはもう必見レベルの動画になってると思いますので、早速見ていきたいと思います。はい、まず全体の分布がこちらとなります。オリジンパルキア V スター40名、ミュー VMAX 26名、アルセウス裏工作8名、無限ダイナ VMAX 7名、大剣器サンダース、アルセウスバレット、ハピナスミルタンク、ウォーターツールボックス、アルセウスカラマネロ VMAX、オリジンディアルガ、連撃インテレオンダークライト、そしてその他21名となっております。完全なる2強環境ですね。実はシャロンは事前に出していた環境考察動画ではかなり強くね、今の環境は圧倒的2強環境ですという風にドヤ顔でアピールしてたんで、この考察は合っててねめちゃくちゃ安心しました。とはいえねパルキアの方が数的にはねかなり多い感じになってはいるんですけれども、正直ここはねデッキパワーに差があるというよりかは、最新弾っていうことがあってね、人気もあるし、まだ考察が進んでいるところっていうところだったとか、まだねミューの対面はもう慣れてる人が多いのに対して、パルキア対面はねまだちょっとね慣れてないという方も多いんじゃないかというね、そういうようなちょっと差だったりするんじゃないかなと思っていて、パワーの差で、ちょっとこの使用者の差になっているっていうわけではないような気がなんとなくしますね。そしてね、大きく離れるんですけれども、3番手はねアルセウス裏工作というデッキになっています。一応アルセウスという括りだとね19人かな確か使用者がいまして、それでもねミューよりは少ないということでね、だいぶアルセウスパルキアに食われたなっていう感じがしました。そしてねこの4番手無限ダイナっていうのがシャロン的には一番予想外でしたね。大剣器 V スターと組み合わせる人が比較的多くて、マタドガスと組み合わせてる人もいました。無限ダイナはどうなんですかね、やっぱりパルキアの悪運ヌネリがベンチ参照の技ということで、フルパワードレッドエンドがね270ダメージ出るはするんですけれども、その開始にね無限ダイナもねやられちゃうよねみたいなところがあるんで、パルキア環境どうなのかなと思ってたんですけれども、使用者は多かったですね。そして5番手大剣器、無限ダイナに入ってるね大剣器もこっちに含めたら、だいぶね数はもっと増えるんですけれども、組み合わせとしてはやっぱり裏工作と組んでる人が多かったですね。とはいえ他にもクロバット VMAX を入れてる人だったりとか、ガラルマタドガスと組み合わせてる方だったりとかね、いろいろなデッキがありました。そしてサンダース VMAX、 これはパルキア V スターに弱点取れるってことでね再注目を浴びてるデッキですね。全然関係ないですけど VMAX のスペシャルアートをね3枚使ってるモサがいました。そしてアルセウスバレット、これはねみんなライコー入ってましたね。ライコー V で雷エネルギー加速してオリジンパルキアぶっ倒すみたいな戦術だと思います。でね、2名のねデッキなんですけれども、オリジンディアルが V スター2名でねちょっとショック受けましたね。やっぱりオリジンディアルがパルキアに勝てないんかな。ダークライ V スターは東進さんがね使っていて、あと一歩でね決勝トーナメントというような成績いってたんでね、使用者少ないとはいえ注目のデッキなのかなという感じがしました。一応ねその他21名のデッキもドッとね貼っておきます。さあそしてね次にこの分布の中から決勝トーナメントに進んだ16デッキは何なのかっていうところなんですけれども、はいドン、こちらですね。オリジンパルキア V スターが8名、そしてミュー VMAX が3名、アルセウス裏工作が2名、アルセウスバレット1名、サンダース VMAX 1名、翡翠大剣器 V スターが1名、これが決勝トーナメント16名の内訳になります。オリジンパルキアはね使用者も多かったのでさすがという感じですけれども、それでもね8人抜けは結構すごいですね。ミュー VMAX は使用者に比べると若干抜け率が悪いかなという印象です。でね、アルセウス裏工作、これ8名しかいなかったのに2名抜けてるってね抜け率相当高いですよね。これはやっぱり当たりデッキだったかって言われるとちょっと何とも言えないですけれども、アルセウス裏工作若干落ち目のね印象を持ってるプレイヤーも多いと思うんですが、結構まだまだいけるぞっていうような感じはしますね。
してアルセウス・バレット、サンダース・ベイマックス、翡翠大剣技 V スターとなってまして、まあ無限ダイナーはね一応全滅でしたね。でまあ他のね多かったデッキは1人ぐらいは抜けてるというような感じになってるんで、まあ割とねなんかこう素直な抜け率になっている中で、まあ強いて言うならアルセウス裏工作は抜け率が高くて、ミュウは気持ち抜け率が悪くて、無限ダイナーはちょっとダメだったかなっていう印象ですね。今後これを踏まえてねどうやってメーターが回っていくか非常に楽しみなところですが、まあ、シティリーグなんかはね絶賛開催されてますので、それのまとめ動画もやるのでね、ぜひシャロンチャンネル登録よろしくお願いします。そして最後にですね、トーナメントに進出した8名のパルキアデッキ、こちらをねまあシャロンは主催者権限によりねデッキリスト見てますので、詳しいデッキリストをね公開っていうのは本人たちに委ねてますので、デッキリストを公開するわけではないんですけれども、デッキリストをねシャロンが見た上でちょっとねこれ入ってたよとかこれ入ってなかったよみたいなのをちょっとね発表したいと思います。まずですね、徹底解剖の結果、クロバット V の採用は8人中2名でした。6名は入れてませんでしたね。そしてネオラント V は1人も入れてませんでした。まあやっぱりね優先するならまあクロバットなんでしょうね。ネオラントは先行一旦目でどうしようもない手札っていうのを解決できないんですが、まあクロバットはねできたりするんで、まあその点がね差なのかなという感じです。そしてねクロススイッチャー、クロススイッチャー型と、まあ、そうじゃない型があると思うんですけれども、結構オリジンパルキアデッキがねあの最初に話題になった時はみんなクロススイッチャーと回を組み合わせた構築だったと思うんですが、なんと使用者はね3名でしたね。8名中半分以上の方はクロススイッチャーじゃなくて普通にボスの指令を使っていくようなタイプの構築でした。これはね、まあ、クロススイッチャー4枠取ってしまうっていう点と、まあ、初手とかに来ちゃうとねちょっと事故ってしまったりとか、まあ、そういう点が好まれなかったところなのかなというところはありますけれども、それでもね予選全勝のねオリジンパルキ扱いの方はクロススイッチャー入ってたりとか、まあそういうこともねありましたんで、ここもねどっちがいいどっちが悪いとは言いづらい採用枚数でしたね。そして次にスタジアム、スタジアムこれはね気になってる方も多いと思いますけれども、内訳としては頂への雪道プラス新王神殿、この組み合わせの方が4名、そして頂への雪道プラストレーニングコート、この組み合わせの方が3名、そして新王神殿プラストレーニングコートの雪道なしの方が1名というね分布になってまして、これもねもうなんかどれが正解なのかわからんっていうようなばらつきを見せましたね。まあ、トレーニングコートは単純になんかこうデッキの動きをね隠し札とか使いやすくなったりとか強くするっていう感じの印象ですし、新王神殿はどちらかというと相手にこう負荷をかけるミュー VMAX にメロディアス栄光を気持ちね打ちづらくさせることがねできたりとか、アルセウスに対してもダブルターボエネルギーでね動きづらくさせたりとかね、まあそういうようなところがありますと。でね雪道なしはね意外ですよね。やっぱり雪道ツツジでミュー倒すみたいなのは結構オリジンパルキアで特徴的な戦い方なのかなと思ってたんで、雪道なしの方もしっかりと上位に上がってるということで、まあ、必須枠ではないのかっていうような、まあ、新たなね発想がこれで生まれましたね。まあ、他にはオリジンパルキアのデッキでちょっと珍しいなと思ったカードだと、まあ、ダンデだったりとかルリナ、あとキャンセルコロンなんかがね採用されてる選手もいました。まあ本当に限られた枠の中でねどうやってまとめ切ってどれぐらいどのデッキを見るか、まあそういうようなね特徴がこれらのことからねどれが正解かっていうのは結局分からなかったんですけれども、まあ、あの何かのヒントになればと思います。そしてねミュー VMAX、 こちらもね一応3名決勝トーナメントに進出してるんですけれども、こちらのね内訳としてはバケッチャ入りの選手はね1名でした。そしてスマホロトム入りがねなんと2名だったんですよ。これちょっと意外でしたね。今ミュー VMAX のトレンドって結構トレッキングシューズとウロボ、まあ、これを使って霧の水晶を入れなかったりとかでスマホロトムとかも入れないみたいなのが結構流行ってるんですけれども、トレッキングシューズ入りは1名でスマホロトム入りが2名だったっていうような感じなんでね、結構スマホロトム入りのミュー VMAX がこの大会だと勝ち組というか、まあもちろんねたまたまかもしれないですけれども、まあそういうようなね印象は受けました。しかもねこちらね構築をね公開しているあのトップ16に入賞された選手、まあ、トマト選手という方がね公開してるデッキはこちらになるんですけれども、なんとウロボとバトルビップパスが0枚というね、お財布にあまりにも優しい衝撃のデッキ構築となってます。これ多分1万円切るんじゃないかなっていう感じのねデッキレシピになってまして、ちゃんとねこれは別にケチったというわけではなくめちゃくちゃ明確な理由がねあるみたいなんで、ノートの記事をね投稿されてますのでね、よかったらそちらも見てみてください。これは本当に希望の星というか、ウロボバ
バトルビップパスなしはやばいですよね。だってもうウロボとバトルビップパスだけで多分今5万5000円ぐらいしますからね。ちょっとまともな金額じゃないですよね。それがなしでね、大会でこんなハイレベルな大会で上位に入れるっていうのはね、もうとんでもないことです。はい、というわけでね、今回カードラッシュ CS のね、まあ、デッキ分布なんかについて話させていただきました。本当にこの大会は、まあ、自分で言うのもなんですけれども、右見ても左見てもチャンピオンズリーグ優勝者とか世界大会の権利持ってる人とかポケカシ天皇とかプロとか YouTuber とか至る所に潜んでて、ちょっとなんか名前存じ上げないなっていう人でもシティリーグとかね平気で優勝2連覇とかねしてますよみたいなレベルの大会だったので、本当にその中で上位に上がったこのデッキたちとかっていうのは今後の大会の参考に非常になると思っています。なのでね、まあこれからもまだまだ大会はあるわけなんですけれども、これらを踏まえてもうよりね考察していったり練習していったりしていければと思いますので、はい、見てくださった方ありがとうございました。今後もねシャロンチャンネルではいろいろな動画上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また第3回も開催できたらいいなと思いますが、参加された方もね見てくれてたらお疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。